ハゲ頭だ、脂肪の王様だ、スケスケちゃんだ、とんでもねえ攻撃だな。皆さんどうも、タンクドイシーです。変なカツラかぶるなよ。今日は先生と仕方なく二人でにゃんこ大戦争。仕方なくってなんだよ。宇宙編がかなり順調なので、この勢いでボスいっちゃいましょう。もう宇宙編で負ける気がしないんだよね。誰がかかってきても余裕だよねって。負けちゃってるぞ大飛。なんてこったい。アジュピジュッパー、ウルトラハゲ先生とゴリラおじいちゃんのペアが強かったね。こうなりゃコメントで鶴を進化させた方がいいってあったから、パワーアップさせよう。そして編成も変えてみよう。猫バルキリーを進化させたらもう向かうところ敵なしでしょう。それじゃあリベンジいっちゃおう。ここは狭くていきなりパタパタチョココロネが出てくるからやだね。それに加えて早めにカオルさんも出てくるからきついよね。でもこっちは誰乗ってるかわからんと分身にゃんこ、そして新たにでっかいフォークにゃんこがいるから大丈夫。呼び方が独特すぎてどれのこと言ってんだかわかんないんだよな。ウルトラハゲ先生だけなら余裕なのにね。周りのが厄介だよね。そしてこのエリートエイリワンはワープさせてくるからね。その間に塔への距離詰められるからきついよね。そんな解説いいから早くでっかいフォークにゃんこ出してよ。厳しいな。でも今出したぞ。これで動きを止めてくれるから、その間にカオルさんをやっつけよう。それじゃあ僕は新しいキャラも出してみよう。どんなにゃんこなのかな。なんかストレッチマンみたいなやつが出てきて、ストレッチをいろいろやってるぞ。ストレッチマンよりはかっこいい全身タイプだと思うけどね。どんな攻撃だ。なんか飛んでった、ヒヨコみたいなのが飛んでいった。そんな可愛い鳥じゃないだろう。多分ペガサスだと思うよ。新しいにゃんこも増えて盛り上がってきたね。今回はしっかりとゴリラじいさんを撃破。カオルさんもやっつけれたね。でっかいフォークにゃんこが加わって強くなったよ。そしたらこんなところ楽勝だから。前回はたまたま負けちゃっただけ。これからもう負けないよ。今回めちゃくちゃ距離近いな。でもどうせ弱い敵しか出てこないでしょ。楽勝楽勝って。脂肪の王様出てきた。お金まだ貯まってないよ。出てくるの早すぎ。こんなの勝てるわけないじゃん。急にめちゃくちゃ弱気になったな。でもまだ負けたわけじゃないじゃん。頑張るぞ。それじゃあ先生一人で頑張って。一人では無理だよ。ドイヒの方が強いキャラ持ってんだからさ。それにモグラまで出してきたよ。モグラに脂肪の王様、こいつら強すぎじゃね。モグラのバリアは壊れたぞ。明確光の攻撃力で壊せたってことかな。バリアがなくなったなら、あとは攻撃しまくるだけかな。いや、ワープ使ってくるからめちゃくちゃ厄介だね。早くどっちかやっつけたいね。どっちか門限で帰ってくれたりしないかな。敵が帰ったりしないだろう。いい大人だから門限なんてないよ。しかも今日休みにして遅くまで戦えるようにしてるって。先生がダラダラ喋ってる間に脂肪の王様やっつけたぞ。今回はきついかなと思ったけど結局大丈夫そうだね。モグラだけなら余裕勝つことができました。チケットゲット、あとで回すの楽しみ。次の場所はただただ敵がいっぱい出てきたってだけで楽勝でした。勢いついてきたぞ。この調子で連勝いこう。スケスケちゃんが出てきたよ。よっちゃんは遠距離攻撃だし攻撃力下げてくるからめちゃくちゃ厄介だよな。でもでっかいフォークニャンコとかで動きを止めちゃえばいいんじゃないの。その間にメカコとシシル&コマリが攻撃すればいいか。何その名前聞いたことないな。これが正式名称だから。誰乗ってるかわからんとか分身にゃんことか言ってるのドイチーだけだから。赤い敵めちゃくちゃ出てきたんだけど。赤い敵に強いキャラは入れてないからな。いかに苦戦してる間にどん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 骨むき出しが近づいてきたよ。ここでシシル&コマリがやられちゃったよ。骨むき出しが前に出てきたから
ケスケちゃんに攻撃できないよ。こうなっちゃったらかなり厳しい状況だね。そして誰乗ってるかわからんもやられちゃった。次々とみんながやられてしまっている。ドキ大砲で逆転だって、状況何にも変わらないな。このまま攻め込まれていって負けちゃいました。アジュピジュパー。しかもここから連敗だよ。これはどうにかしなきゃいけない。というわけでガチャ引いていこう。先生2回で僕3回ね。なんでドイキーの方が多いんだよ。でも超激レア出せばいいだけの話。あっちゅー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 5連爆死で、あじゅ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 ビジュポー。ガチャのキャラをすべて XP に変えて進化だ。赤いのに強いキャラを入れてリベンジだ。まずはスケスケちゃん対応の誰乗ってるかわからん遠距離タイプ、これで対応だ。そして先生は足ランバサラン首ランバサランで相手の進行を抑える。まずは分身にゃんこを出して、赤いやつらがちょうどやってきた頃におならにゃんこだ。果たしてこれで勝てるのか。どうにかエイリアン骨むき出しが来る前にイカを倒したいよね。意外と首ランバサランがいい仕事してるね。なんだって。ジャムパンステッパン、首ランバサランだから全然違うから、あとジャムパンは捨てたらダメ。その食パン挟まらんがどうしたって。首ランバサランだから、この首ランバサランの波動攻撃によって近距離攻撃の敵が遠くに行ってくれるからいいね。ごめん聞いてなかった。なんで聞いてないんだよ。骨むき出しをどんどんやっつけて、さっきよりもいい戦いができてるね。あとはヨッちゃんを倒せるかだね。こんだけ超激レアが揃ってれば1時間もすれば倒せるでしょう。そんなにかからないわ。しかしなかなかスケスケちゃんを倒せず、戦いはこんにゃく状態、膠着状態だよ。プルプルな戦いなのか。ここでようやくプルプルちゃんを倒したぞ。スケスケちゃんだろ。スケスケちゃんでもないけども、何回かやられはしたけどなんとかクリア。宇宙編この先どんどん難しくなるかもね。そんなことないって、さっきがたまたま負けただけ。ここも弱い敵しか出てきてないし大丈夫だって。今まで何度も倒したやつしか出てきてないじゃん。言われてみたらそうか、さっきがたまたま負けただけか。そうだよ、普通に戦えてるから大丈夫だって。本当に大丈夫か。めっちゃワープさせられてんだけど。ただただ後ろに行っただけじゃん。そうだけど超メタルカバちゃんがどんどん距離を詰めちゃってるよ。メタル系に距離詰められたらなかなか倒せないから大変だよ。大丈夫だって。って超激レアめっちゃやられちゃってんじゃん。いつの間にこんなことなったの。メカバカとモグラーマンのコンビ強すぎ。だけど僕は諦めないぞ。もう諦めろよ、ボコボコにやられちゃってんだからさ。宇宙編難しくなったよ。アジペチパー。まずはメタルに強いキャラを進化だ。それじゃあアシランバサランの方と変えてみようかな。これでリベンジだ。でも赤いヘビも厄介で負けちゃいました。それじゃあ赤いのに強いキャラも進化させてメンバーに入れよう。これなら勝てるんじゃないのって。負けちゃいました。連敗続きでアジュッピジュッパー。激レアの赤いのに強いキャラを進化させた方が良かったか。これをメンバーに入れて次こそは勝つぞ。赤毛のニョロに押し込まれてるから次は気をつけないとね。なんだって。おこげのトロ、赤毛のニョロだよ。トロはもったいないから焦げさせちゃダメだよ。今まではこっからどんどん押し込まれちゃってるけど今回はそうはいかないぞ。おならにゃんこも出して追い返してやる。追い返して超メタルカバちゃんを塔に行かせないようにしないとね。そう言ってても結局押し込まれちゃってるよ。赤毛のニョロの突破力はすごいな。感心してる場合じゃないよ。
もうグラマのおかわりも来ちゃってるし、このままだとやばいよ。唯一の救いはまだ塔を攻撃されてないことだね。え、なんだって？金魚救い？唯一の救いだよ。聞き間違い多いな。クリティカルが出たおかげでメカバカ一体をやっつけたからね。早くもう一体もやっつけたい。またおかわりがやってきたよ。あれ到着したらまずいよ。でもワープを使われたりして大苦戦。結局おかわりが到着。モグラーマン3体メカバカ2体、これは勝てるのか。こうなったらでっかいフォークニャンコにずーっと時間止めてもらうしかないね。こんなことできるんだったらネコバルキリー1体だけでどんなステージも勝てちゃうよ。ようやくメカバカ1体倒せたよって、おかわりくんのもうやめて。さすがにあいつ来るまでには倒したいね。でもモグラーマン3体きつすぎるって。結局おかわり到着しちゃったよ。また負けちゃうのか。ここむずすぎるって。でもなんとか粘りの戦いでこの攻撃を耐える。そして気づいたらお互い誰もいなくなっちゃってる。塔を壊される前にメカバカを倒すんだ。押し返したからこれはもう大丈夫なんじゃないか。そしてメカバカを倒せたぞ。よかった、やっと勝つことができました。アジュビジュパー。なんでアジュビジュパーだよ。それ辛い時に使うやつだろ。アジュビジュパーが好きってコメントあったりするからやっといたよ。やればいいってもんじゃないよ。ご利用は計画的に。それじゃあ次のステージも頑張っていきましょう。ここはそんなに強い敵も出てこないし余裕だね。このまま勝っちゃいましたってなんか出てきた。すんげーでけーの出てきた。しかも雑魚敵もたっぷり出してきたよ。宇宙編まだまだ強いやつ出してくるね。そしてこの敵口からグランクロス出してくれよ。グランクロスはシンカリオンね。なんだって？シンダイソン？シンカリオンだよ。新しい掃除機じゃないよ。聞き間違え多すぎじゃない？耳にタピオカ詰めてるからかな。なんで詰めてんだよ。危ないからやめなさい。気づけばグランクロスでどんどんやられちゃってるよ。すごい広範囲攻撃っぽいし強そうだし匂いも良さそうだね。匂いなんかないだろう、こんな攻撃に。すごい強いけどもガンガンこっちには攻めてこないから塔がやられる心配はまだなさそうだね。それならこのままダラダラ戦ってたら勝てるんじゃない。本当はスパッと勝ちたいけどね。まあ勝てばいいか。でもまたザコたちをいっぱい出してきたよ。なかなか強いザコだから倒すのが大変。ザコに手間取りたくないねって、あいつの攻撃で一気にみんなやられちゃった。グランクロス強すぎ。アジュビジュパー。しかも誰乗ってるかわからんもやられちゃったよ。これは大ピンチ。こっから相手の怒涛の攻撃、また負けちゃうのかよ。最近まずは負けてばっかりだな。ここで誰乗ってるかわからんのおかわり、こいつにかけるしかない。まずはそこのスターペンをなんとかしてもらいたいね。よし、やっつけたぞ。あとは弱い敵ばかり。これはチャンスだぞ。ここは任しといて。もうすぐ分身にゃんこが出せるから、これで逆転だって出すタイミング間違った。グランクロス打ち終わってから出せばよかったよ。大砲は失敗しちゃったけどまあいいでしょう。さあグランクロスでやられちゃう前に倒すんだ。ネコバルキリーが動きを止めたぞ。チャンスチャンスチャンス。やった、倒した。負けるかと思ったけど、なんとか勝つことができたよ。よかった。宇宙編かなり厳しい戦いばっかりになってきたな。でもクリア目指して頑張っていくぞ。というわけで今日はここまで。宇宙編あと少し頑張れと思ったら高評価お願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。さよなら。チャッチャッチャ、チャッチャッチャ、チャッ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 チャンネル登録よろしく。